久保さん、おはようございます。いや、手取り14万でもね、幸せ場の人、幸せを感じる人は感じるでしょうね。か幸せの、なんだろうな、感じ方というかあ、それは無数にあると。ただ、無数にあるんだけども、うーん一,つ一つ事実を言える、言うんだったら、まあ、選択が少ないんですよね。選択が。 うん、選択が小さくても幸せは感じることはできるんだけども、逆に言うと選択が多くなればなるほど、うん幸せを感じやすいです。ど,どっちがいいですかっていうて。手取り10万円でも、まあ例えばね、雨風しのげるねうん、まあ感じ、幸せの感じ方なんですけど、まあ生まれた瞬間ね、戦争してる国に生まれてる、 子供たちとかね、食料なんでね、死んでく人も未だにいるわけじゃないですか。うーん。で、まあ過去、歴史を遡ると、日本はね、戦争してましたし、久保さんの広島は、あの、原発ね、落とされましたし、あ最近あれですね、なんかね、ニュースで見たんですけど、黒い雨。黒い雨を、 浴びてて被爆したっていうので、したみたみあの、大臣が認めて、その被、被爆者手帳かそれを交付して、多分、全部免除するみたいな。なんか、それで裁判に勝ったみたいなね。なんかニュースで流れてたな。うん。だそういうことを考えると、なんか、ラッキーじゃないですかどうですか まあ僕は未だにそれを感じたりとかもするんですけどね。うん。お金稼げるようになってもそこは感じたりします。良かったなっていう。今の時代に生まれて。幸せだなっていう。だからその、あ鹿児島にはね、ほんとこのね、一回行ってほしいんですけど、チランっていうね、チラン特攻隊の、あの、博物館みたいなのあるんですよ。 で、そこに、その特攻隊の人の遺書だったりとか、その死ぬ前の手紙ですよね。家族にあった手紙とか。僕はそのチランのね、その特攻隊の博物館行って、5分でね、もう,う,う、いられなくなっちゃって。たぶあそこなんかいると思うんですけど、もう涙がね、めちゃくちゃ出てきて、なんかね、ぶわーって吹き出る。本当ほんとね、あそこすごいなんかいます。なんかが。まあ僕感じれるんで <laughs>、もういきなり涙が、 ドワー出てきて、5分入れられなかったっすね。重すぎて。どうですかね生まれたし、生まれてまだ10代の子とかね、国の命令でね、あの、突っ込んでこいと、うん。どういう気持ちだったのかって、それを考えると、いたたまれないというか、なんか、ど、どうですかね でそ,うそう感じ、そういう風に思える、感じれるならば、今、飯食えるぞと。ね。死、あの、死ななくていいと。うん、だから、なんか、幸せを感じることはできると思うんですよね、そこから。だから、幸せを取り出すみたいな。わかりますでも、幸せを感じれない人って、多分、その、なんで俺だけはとかね。なんでこんな会社の奴隷だとかね。あの、ブラックだとかね。なんか、いろいろそういう風に、そういう 捉え方方ををすすると思うんですよ感じ方をまあ、確かに事実なんだけども、うん、どの事実を引き出すかなんですよね。今僕が言ったことも事実じゃないですか。もしこれ戦争が生まれてた時に自分が生まれてたら特攻隊に、ね、命令されたらあれですよ。うん、だってそういう歴史,って歴史の事実があるわけですから、うん。で、今現状でもね、世界を見たらね、 あの、ほんと、飯食えずに死んでいくっていうね、子供たちもいるわけで、戦争してる国もあるだろうし、うん。そう。だから、まあ、日本国は平和なわけですよ。少なくてもこの動画を見,見れてるっていうね、超幸せじゃないですか、そんな。ね。うん。だから、その幸せの取り出し方というか、感じ方というか、まあ、未だに僕はそれを、 取り出したりとかしますけど、ねうん、ただまあお金はね稼いだ方がう僕はいいと思いますけどね、うん、うだって稼げるチャンスがあるわけじゃないですか <laughs>、うん、そのチャンスがあるのにもかかわらずやらないんであるならば、まあ、知らないんだったらしょうがないですよ知らないんだったら でも少なくともこの億万長者合宿のやり取りしてるんだったら、ね、久保さんっていう人がただのマージャン店でね、あの、おっさんで40歳からネットビジネスやって1億3000万稼いだみたいなね、まあ、聞いていますよね。そう、まあ、これからもね、僕も言いますし、久保さんも言うでしょうし、過去の体験ね。僕はただのね、あ,あの、マージャン店のおじさんだったんですっていうね、<laughs> 何もわかんなかったんですみたいな。 うん、まあ久保さんは単純にそ,そこから挑戦しただけですよねやってみただけですよね、うん、幸せの取り方は引き出し方はあ,あるんだけども、うん、逆に言うと、うん、チャンスの捉え方ですよね、うん、自分にはチャンスがないっていうふうに捉えるのか チャンスって捉えるのか。うん。だチャンスの捉え方、チャンスの展開の仕方、どう広げていくのか。うん。この逆境、この状況を、逆に言うと、その松下幸之助さんの言葉を借りるならば、なぜ松下さんは成功できたんですかと。私は頭が悪かったです。馬鹿だったから。私は、あ体が弱かったから。 私はお金貧乏に生まれたからこの3つなんですよ。なぜ成功できたのか、貧乏だったから、頭が悪かったから、体が弱かったから、だから成功できたんだよと。ここ捉え方ですよね。その時にどう捉えたのかっていう。だ僕もそうなんですよ。僕が、あの、家庭が貧乏じゃなかったら、うん、多分お金稼ぎたいな、お金持ちになりたいなとか思わなかったんで、そもそも。もしその、 前澤社長みたいなね、なんか100億円持ってますよみたいなね。まあまあ1000億か。な,なんか <laughs>、そんな家にもし生まれたとするならば、多分、今みたいな感情だったりとか、今みたいなあことはできなかったなと思いますね。うん、もちろんその起業してね、父ちゃんの姿見て、なんか起業して成功するという人生もあるかもしれないですけど、なんだろうな、その、 あの何、ー、だろうなうんか逆境逆境に打ち勝つというかうんなんかその反,反骨精神じゃないですけどもやっぱそれっていうのは底辺だったからこそ生まれたもので逆に底辺じゃなかったら生まれなかったですよやっぱ惨めだ惨めでしたからね やっぱその大学生の時とかも、まあ家賃2万円ですよ。僕だけですよ。僕だけ家賃2万円で、同じまあ卓球のね、同期とかね、あの、まあ後輩も先輩も含めてそうなんですけど、家賃2万のとこ住んでるの僕だけですよ。ボットン便所で。ボットン便所で共同風呂ですよね。みんな風呂あるし、あの、<laughs> みんな水洗トイレのとこに、水洗トイレに憧れてましたからね。 でそのねお金なかったから、うん、大学生の時は自動販売機でねジュースを買うってことすらできなかったわけですよ多分大学4年の中で4年間で自動販売機でジュースを買ったっていう,う講義多分ね指 5, 本5回ぐらいじゃないですか4回とかいやマジで買えなかったですもんもったいなくてお金ないからだって ま、スーパーで買ったら安いじゃないですか。まあ、分かってる、ますよねで。自動販売機だったら、例えばアクエリアスがね、160円とかね、140円とかじゃないですか。自動販売機だったらね。こうスーパー行ったら、78円とかね、88円とか、98円で売ってるわけじゃないですか。だからスーパーで買えばいいわけですよね。同じものなんだから。うん。だから僕は自動販売機で買うってことはできなかったんですよ。で、今大人になってね、まあ、お金、まあ、ま、 まあ別にその手取り14万でも自動販売機でジュース買うことはできるかもしれないですけど、大人になってやっぱ自動販売機で気軽にね、こう、買えるようになって、あ、すごく幸せだなと思いますよ。だって今飲みたい時に今飲めるんですよ。でもこれ、これがお金なかったらね、スーパー探さないといけないですよ。も昔探してましたけどね。だからもう元からもうスーパーで探すっていう。探してストックしといてそれ持っていくとかね。 まあ、うちの母ちゃんとかも全部その水筒持参で、昔、あの、水筒持参でね、まあ自動販売機で買うっていうこともなかったしね。うん。でも自動販売機で気軽に買えるっていう声は、ほんと、なんだろうな。僕にとってはね、なんか、贅沢というか、うん。なピーみたいなね、気軽に落とせ,落とせるわけですよ。<laughs> うん。 なんかすごく、それだけでも僕はなんか幸せを感じれますし、ありがたいなっていう。うん。まあ、まあいろいろ申し上げましたけど、うん。手取り14万でも幸せは抜き取れる、感じ取れることはできるんだけども、選択を増やすことによって、もっといろいろと、あのー、なんだ。 感うんそうなんかあのそう最近あの世界一周旅行とかもねなんかねなんだっけなそのポートなんか世界一周旅行のなんかあの,あのトイレとかにね貼ってあるやつあの会社なんだっけなあの昔から超有名な あのでそのポスターをすごく宣伝するとタダになるみたいなね。そう。で、世界一周旅行みたいな。あれも何百万ぐらいするのかな。かお金があったら世界一周旅行できるんですよで。お金がなくてもそれはそのポスターをね、もうめっちゃなんか宣伝してそのは貼ってもらえればタダになるっていうの、タダになるっていうのもなんかあるっぽいですけど。うん。だか死ぬ前にね。 まあ地球っていうところ、星に生まれて、いろんなとこ見てみたいなっていうのも叶えられるわけじゃないですか。さすがにヒッチハイクでね、全部世界一周は無理ですよね。ね。まあ、日本国内だったらヒッチハイクでなんとか行けるかもしれないですけど、世界になると、まあ飛行機か船は必要だと思うんで、それをタダで乗るっていうのは結構難しいですよね。まあ、その、ポート、なんだったっけな、ポート、ちょっと忘れましたけど名前ね。あの、 なんかね、学生の人とか,なんかいやなん何百人なんかなんかなんだただにして乗りましたみたいな,なんか前見たんですけど、うん、まあそれもお金がなくてもそういう制度があってそれを利用してそこに挑戦してそれを達成したらねただで世界一周旅行できたりとかで,できるわけですし、うん、まあお金がないんだったらそういう手段を取れば、ね、できるんだけどもお金があれば あ一瞬ですよね。だって払えばすぐいけるわけじゃないですか。<laughs> うん、まあ自,自動販売機もそうなんですけど、お金があって、あ一瞬でボタンを押してね、すぐすぐ目の前でジュース飲めるし、スーパー探さなくてもいいし。うん。だからじ時間短縮ですよね。だからお金の部分だけで言うならば、絶対スーパーで買った方が安いんですよ。だって同じ商品だし。 だけど時間,の的時間的な部分とかで見ると自動販売機で買った方がもう速攻なんですよねしかも今飲みたいを今叶えられるんですよこれすごくないですか今飲みたいを今叶えられるっていうね今の夢っていう表現はおかしいかもしれないですけど今叶えたいこと喉渇いたなそれをボタン一つで叶えられるんですよすごいないですか自動販売機。 これ自動販売機の話でもいいな結構喋れんな。<laughs> ね、久さんね。もう自動販売機が横展開してね。いろいろ話せるな、もうこれ。<laughs> まあいいや。ちょこの辺で終わっときましょうか。まあとりあえず金稼げってことですよあの。稼いだ方がいい。おすすめです。稼いだ方が。選択増えるんで。うん、もっと幸せのえ形を体験できます。いろいろな。うん 自動販売機で、余裕で買えるっていうことですら、うん、幸せ感じれるし、僕の場合はね。他の人はわかんないですけど。それは昔、僕が、そのね、大学生の時とか、自動販売機でジュース買えなかったっていうね。で、こう指くわえて見てるわけですよ。羨ましいな、っつって。自動販売機でも俺か、自動販売機でジュース買、なんか大人になってね、自動販売機でジュース気軽に買えるようになりたいなと思ってましたからね。 うん、でしかもまあ後輩にたかってましたけどやっぱ、うんまあ、プライドとかそういうの捨ててた部分はありますけどやっぱりそのなんかたかってるのなんかうんまあ申し訳ない部分もあるじゃないですか、うん、まあね、うん、よこせみたいなねジャイアンですよね <laughs> 後輩が自動販売あの夏場ですよ後輩がじあの休憩中自動販売行く時こうついてって中川んですよ 中川,君 <laughs> 中川君にたかってましたけどね。<laughs> あ、吉谷さん、どうぞみたいな。<laughs> 俺が行くともう分かってるっていうね。<laughs> あ、どうぞみたいな。すまんな。みたいな。<laughs> やっぱでもね、あの、うーん、まあ、惨めな部分もありますよね。うーん。まあ、他の後輩からまた吉谷、吉,田に,吉田に来たよみたいなね。まあ、中川君も思ってたかもしれないですよね。来たみたいな。 本当ね、稼いだ方がいいと思います。金 <laughs> 金言うとね、うるせえと思われるかもしれないけど、うん、お金って大事だなっていう、うん、思いますよ。うん。お金大事です。いってらっしゃい。